大河内明公11月18日から1955年5月2日は、上野国高崎藩最後の藩主、大河内明製の長男で、貴族院議員。死者。妻は、徳川義信の嫁の国子。1882年、父の死により、家督を相続し、1884年7月8日に、死者を除釈した。 1901年7月に学習院高等学科を卒業して東京帝国大学法科大学に入り1905年に卒業した。同年11月、高等文館試験に合格し大倉省に入り主計局に配属された。その後大倉初期官主計局主計課長、専倍局主事、大倉参事官、専倍局理事、 東京地方選売局長などを歴任した。1924年、貴族院議員に当選。1947年まで在職した。第二次世界大戦中は、翼山選挙における選挙干渉の危険性を指摘し、1945年3月10日の東京大空襲の翌日、及び14日に開かれた帝国議会では、人聞きかもの聞きかと人命を優先するよう政府を、 追求した1945年3月11日午前10時9分からの貴族インポ本ン会議政府のやることが全て後手に回っている。例えば防空の問題。疎開の必要性を我々は主張していたが政府は一向に聞かない。それどころか疎開するものは非国民だとまで言い出した。ぐずぐずしているうちに昨日の被害死傷者が出た。 同年3月14日、貴族インポ本ン会議、私の質問は、人尊きか、物尊きかと、こういう質問なんであります。防空施設を整えるという話もあるが、私は、こうなっては間に合わないと思う。大都会が焦土化するのは時間の問題だと思います。次は、東京が全部やられるかもしれない。その場合に、人を助けるか物を助けるか、 どっちを助けるかを伺いたい。私は人を助ける方が良いと思う。消防などは二の次で良いから身をもって逃げるということが一番良いと思う。内務大臣から隣組長などに火は消さなくても良いから逃げろと言っていただきたい。ありがとうございます。